関心寺にある、自治へ五病、自治へ、上和十四年十一月十三日は、平安時代前期の新言衆の僧。空海の十代弟子の一人、属性は、佐益氏、佐野貴国の出身で、空海の一族、日野清僧図、同郷大使とも称される、初代当時長者とされている、元行二年十一月十一日の新、宮尾根城上によれば、 自治への不法弟子は、以下の二人。その他指定関係が伝えられるもの去年六十二説による、去年を六十三六十一とする説もあり、少年は定かでない。里藤氏と工房大師で師伝、道、雄工房大師で師父では、対案寺大元となっているが、上元九年に、慶文が記した、安城寺柄演議資材長に、 東大寺大器とあるほか、高野雑筆衆書集の両商工宛書管に東大高市となり、自治へとあり、自治へが東大寺を本寺としていたことが明らかなので、東大寺が正しい。入滅の日について、他に12月12日、10月など諸説ある。国史に自治への死亡記事はないが、この年の12月2日に立志長君が焦燥図になっているので、 11月までに死去したとみられる。本庁伝房勘定士史総称家沈役所祭。ありがとうございます。